正直になってしまうじゃないですかと認まれる認められるじゃないですかと。各位、这个很主席，这个台湾的演变非常的趣味，啊，不止点，就是伊的这伊的这个做后勤司令部啊，已经取消去了。いや、現在台湾の非常に大きな変化が進行しても進んでます。それで台湾の後勤というのはね、要するに戦争の時にね、武器とか弾薬とかとか食料を供給するその部門はやっぱり撤去中止されました。戦争に存在している後勤司令部はあれ免許台。まあ戦争の時ね、そういう。そういう補給の部門は台湾の中華民族アメリカに要するに廃止されました。中止されました。最近。将后勤司令部取消的意思是说，不可能战争啊。いや、それが中止されて廃止されて、要するにもう戦争もしないです。戦争しなくてもいいですよと。戦争しないです。まずね、兵器使用ですね。兵団をなくしたらもう成り立たない。で、兵器使用というのは、要するに場所で組織それは、まあ、最近アメリカに中華民国のそれもう廃止されました。中止されました。ね、連勤。これ連勤呢？連勤就是联合的勤务。まあ一番上のはそれさっき塗り消されたロゴですね、戦車にあったそれ。それラクダはこの骨の印です。こう。OK。因为咱台湾民政府啥物国抗抗议，台湾民政府无武器，伊中方面哦有武器，安尼是不平等的，应该是双方拢无武器的。台湾民政府には武器持ってませんから、それアメリカに抗議しました。所以美国現主席是一步一步地用大的力量去帮忙台湾民政府。いや、アメリカは現在は一歩一歩に台湾の助けてます。現主席、这个台湾民政府と台湾民政府大体同じ2ヶ月後ね、台湾政府。我想要跟说明的哟，台湾民政府在两个月到三个月以后会变成台湾政府。啊とね、大体多分2、3ヶ月以降は台湾民政府は現在だけれども、現在あと2、3ヶ月ぐらいからもう正式に台湾政府に なります。台湾民政府是渐渐发来的，正面区的老百姓家己爱设立的政府。台湾民政府というのは要するに戦時雇用、占領中、まあ台湾民政府というのは要するに占領中の土地の中にいる人民が作った一つの政府です。中华民国来占台湾时，赶快不设台湾民政府，但是伊名叫做台湾行政长官公署。いや中华民国が台湾に来た時にもちろん台湾民政府がありましたが、でも台湾行政行政長官長官台湾行政長官公署台湾行政長官公署というがありました。另外还有一个叫做台湾警备总司令部，
あ、もう一つは台湾警備、警備司令部がありました。台湾警备总司令部事实上就是台湾军政府，中国台湾军政府。台湾司令部は要するに台湾の軍政府という意味です。所以这些婉转叫渐渐换来。それはあの戦争法からあのそういう規定があります。所以在座各位敢问讲，用台湾临时政府或者台湾国、台湾共和国、台湾国可不可以？じゃあ、 あの、皆様からね、台湾臨時政府と台湾共和国とそれから台湾国とそういう名前をつけてもいいですかとそういう聞かれました。絶対不可以用其他的名字。それは絶対ダメです。它的英文名字就只有一个，叫做台湾 Civil Government。ただまあただ一つだけの名前が使えます。台湾 Civil Government。台湾人就是唔知道这个战争史啊，这个战争史啊，所以台湾人哦，乌白色一挂啊名称。いや台湾人にはね、よくそういうあのルールがわからない、戦争法よく分かってないですからね。だからいろんなあのちょっと間違ったあの名前を使ってます。都是用感情的方式，一些的这个叫做一挂反对中华民国政府的这个组织。それはね、あの要するに感情的にね、あの。中華民国に反対するその感情的にそのあの国の名前をつけてます。それはいけないです。例えばね、在日本の台湾独立連盟、まあ台湾の、日本の独立、日本独立連盟というそういう名前を使っている、人もいます。这里所在要过几日就大秘密。まあその中にはまあ一つのあの秘密があります。李登辉曾经被将台湾政府给废掉。まあ李登輝さんは、過去は台湾政府をあの廃止するそういうこともありました。迄个时阵美国出来讲不使。所以アメリカがそれを見てあちょっとまずいな、いけないと、でアメリカに止められました。李登輝的用意就是被将中华民国就地合法。いや、李登輝さんは要するに台湾の現地合法とそういうつもりで、台湾の中華民国就地合法、あ、对了、中華民国現地合法、現地、現地和現地ね、合法、やっぱり現地合法してはいけない、もう亡命だからね、亡命政府ね、不能够就地合法、亡命政府は現地合法してはいけないと、亡命政府ね、例えばね、一旦准那个法国。法国哈，你现在伦敦呐、啊，叫做 French London， 法国流亡政府在伦敦。いや、その当時はね、あのフランスもやっぱり亡命しました。で、あのイギリスで行って、その時はフランスロンドンと。French London。French London ね。还有比利时，比利时伦敦。比利时伦敦も。Korea Shanghai。Korea Shanghai という。这个名が。Chinese Taipei 是完全一模一样。まあそういうな、そういうあの使ってた名前は現在の中華台北、Chinese Taipei と全く同じです。Chinese Taipei 是最上就是 Chinese Exile Government in Taipei， 中国流亡政府在台北。いや、Chinese Taipei というのは要するに Chinese Government Exile in Taipei、それ略称して Chinese Taipei です。所以各位，你若等于日本，你若看中华台北，拜托卖个加油。いや、これまあ日本にあの戻られたらね、いや台湾中華民国と中華台北を見たらね、要するに応援しないでください。一礼拜前，日本队甲中华棒球队比赛。一週間前にね、日本のチーム、あの野球チームと台湾中華台北とあので日本で試合しました。去当阵，我伫上课的时阵，有真侪学员拢伫看。いや、その時はね、ちょうどあの国で研修がありましたね。たくさんの研修に来てる方々、たくさんその試合を見ました。あ、比赛的时阵、中华队输几分？まあ試合の時、最後の結果はあの中華台北中華チームはあの1分で負けました。日本に負けました。那有一挂人伫遐伫表示讲真失望。いや、もうたくさんの人は非常にがっかりしました。我敢讲，我们打赢了，你为什么要失望？
や我々も勝ったじゃないですかと、なぜ失望しましたか？多啊，开心很打到紧张呀！啊，你不说我没有在看电视吗？最初はね、みんな その野球試合がありましたよね、その日。その時にたくさんの学生がここにいました。それで秘書長に、私たち負けたの大変失望しましたと、ね。そして、ディーンさんは、いや、私たちは勝ちましたよって、あんた見てないんですかと、テレビ見なかったんですかってみんながね、攻撃したわけ、ディーンさんにね、うん。あんたテレビ見なかったんですかと、いや、見ましたよ。私たち勝ちましたよ。おかしいって、なぜ私たち勝ったんですかって言ったら、お前たち何を勉強してきたんだ、今まで。ね、うん、我々はまだ日本人だということをお前たち知らないのか。だから日本人だから私たちは勝ったということです。所以我跟你讲吼，台湾人的头壳吼，六十八年拢无清楚。呀，台湾人的头壳吼，六十何年もう、もう全然ね、もうちょっと混乱してます。所以台湾这种的美国人跟我讲，混乱してます。美国人跟我讲，台湾人需要教育。いや、アメリカからね、まあ、台湾人は教育を受けることは必要です。アメリカにそういうふうに言われました。我用这个简简单的例，我用这个简单的例子啊，你甲遐学员讲，咱是要不是日本？其实我知影即摆少年啊，足歹听讲大日本帝国，尤其这个帝国知影真歹。じゃあね、この学生、ここに勉強に来ている学生にね、我々今現在また日本ですよと、いやもちろん今の若者はね、大日本帝国を来たらもう嫌ですよと。所以我是建議講吼，大日本帝国要過一個名叫做大日本國。いや大日本帝国ではなくて大日本国もあります。所以要我甲各位講，我講大日本國，我講帝國。いやこれからもう大日本帝国を言わない、まあ、大日本国を言います。因为日本人很重视受的教育嘛，是同款对这对方帝国啊非常有反感。いやもちろん今の日本の方々もやっぱり大日本帝国に対して多少違和感もあるじゃないですか。所以以后咱台湾民政府会讲咱是大日本国的这个国民。いやこれから我々台湾民政府は、我々は台湾、大日本国と言いますと。あ、国民、これね、今日は日本国民。いや、みんなそうしたら、まあ、やっぱりね、あなたは日本の国民と。我想赶快、不过、用大日本哈、可能、那日本安尼感觉讲，敢那比说台湾较大。台湾。OK。那这麦克呢？那乔丹呢？这边日本来打赢这个中华台北，这是对台湾来讲啊，真好的一个教育。今回の野球試合で、まあ、日本が勝った後、まあ、台湾人に対して非常にいい教育になるじゃないですか。今は定来去か、我今は台湾各地拢在演讲。いや、林さんは今台湾の各地で、あちらの南とか北と自分は、講演してます。我らが大変かこう、我们大赢了。皆様にね、よくね、我々も勝ったんですよと、野球の試合が。但是拢多开始的时候，大家拢感觉很奇怪。いや最初はみんなおかしい、そういうおかしく思われました。どうやら罪悪感に言うのは誰はは大笑。いやみんなね、説明してから、まあ、分かってからみんなちょっともう大笑いしました。所以ね、台湾需要教育、あ、同時台湾人は、勝ち前日本人も需要教育。まあ現在の、日本の方々の、まあ、教育も必要です。いやもちろん我々台湾人の教育も非常に受けることも必要です。この这个修宪的问题，この憲法修正のことについて、我是认为讲日本人这个安倍晋三那边修宪会成功。いやね、憲法修正のことについて、
これからあの安倍首相が多分、修正の道に歩んでいくことは多分成功できると思います。但是到底日本跟台湾哪没联合起来？まあもちろんあの憲法のあの修正されまし、あ改正されまして、そして、台湾と日本とまあ一緒にならないと。あれ日本は赶快起来。まあまあ、もし一緒にならないとね、やっぱり日本も、うまくいかないじゃないですかと。各位、弟兄姊妹、刚刚安倍晋三被修宪的后边，绝对是比国人的后边。いや、もちろんね、安倍さんがあの憲法改正のことにつきまして、やっぱり、アメリカは裏であのコントロールしてるじゃないですかと。但是有人对讲美国的控制，感觉讲心内足未爽的。いや。ただね、アメリカは、まあ、あのちょっと裏でコントロールされていることは聞いただけで非常にあんまり不愉快じゃないですかと。但是过去真的了解，台湾人跟日本同款，在这种世界上，咱拢战败。いや、我々台湾人と日本の方々も同じで一緒です。第二次世界戦争、まあ、戦争に負けたです。戦争是失敗。まあ、戦争は失敗だけれども、但是法律上咱会戦呀。まあ戦争は負けたけれども、法理、まあ、必ず成功します。必ず勝利します。因为这个国际法是因国迄国际上所有的国家所认定的。いやこの法理はあの国際各国からあの承認されているものです。尤其是万国公法、主权法、这是无法度打破的物件。まあ、特にね、万国公法と自然法は、それは、絶対国際上で守るべきことです。それは、上らの歌ね、考えも、ファミリー国際法。いや、多分、ある人からね、その国際法をおバカにしてる。但是各位、你が注意看、这全世界这个规律来で、拢是照国際法で行。まあ、世界ではちょっと、まあ、みんな見てくださいと、全部そののっとってね、国際法にのっとってあのやっています。包括中国今一定要照国際法。まあ、中国も例外なく、やっぱりそれを守らないといけない、国際法を守らないといけないと。你敢看真简单，中国现主持真侪态度的改变，这是表示讲中国开始伊嘛爱向这个国际法导航。一定要尊重国際法的實施。じゃあ、あの中国はね、まあ、みんな見てください。あの中国最近も、まあ、いろんな態度変わっています。まあ、もちろんそれやっぱり国際法を守らないといけないと。你敢想尖閣这个岛啊，这个钓鱼台哈，一见惊哦。いや、みんなちょっとじっくり考えてください。あの尖閣諸島の紛争で、あの戦争になりますか？我敢跟你讲，别见惊。いや、私自分のちょっと考えで多分戦争にならないです。虽然表面上看起来非常的危险。まあ表面的あの表面から見ますとまあ非常にまあ危ないと。今確実讲是美国最爱战争。アメリカもまあちょっとアメリカも非常に戦争なんかやりたいです。你当然伫新闻内拢看到讲中国欠美国足侪钱，唔，美国欠中国足侪钱。新聞から見ますとね、まあ、見ますとたくさんアメリカ、中国に借金たくさんあります。え、不一样も。それ見る、それ見たら、まあ、危険ですかと。いや、美国へ行くも。アメリカは返あの中国にあの返済しますか、借金返済しますか。日本人に関しては行くも。まあ、今日本の方々の見方を見ますと。アメリカが中国に、の借金の返済しますか？返済する方、まあ、返済すると思う方は手を挙げてください。あ、別に返済する。もう返済しない方は手を挙げてください。はい。なんで別に？あ、欠人钱なんで返へん。いや、ちょっとね、借金なぜあの返済しませんか？おかしいでしょ。返へん、一定要有理由は。じゃあ返済しない、まあいいけど、まあ必ず一つの理由があるじゃないですか。我が国は便利な。じゃあ本当に、まあ、皆さんに言いたいことは、まあ、やっぱり返済しません。你看美国的记录。いや、アメリカのいろんな、あの、要するに経験したことが
見てください。当年荷蘭キャンピコチ。荷蘭キャンピコチ。当時はね、オランダがあのロシア金がアメリカに借借金があります。あ、美国外援。荷蘭外援。美国外援。美国欠荷蘭錢啊。で、アメリカはあのオランダに借金があります。啊，美国不是欠外援。いや、アメリカもやっぱり返済しません。事件。全然か。荷蘭か美国財政件。まあそれやっぱりオランダにあの返済しなかったから、それ戦争になった。あ、荷蘭戦争免年。じゃあオランダがやっぱり戦争に負けたから、じゃアメリカがその返済に対しても一銭も返してないです。西班牙欠美国人、不，西班牙借乎美国人的钱。スペイン、アメリカはあのスペインからたくさんお金を借りています。あ、それ美国か西班牙一連、こ全全一半。いや、アメリカとあのスペインともやっぱり戦争が発生しました。あ、キャベツの面に。いや、アメリカも同じようにね、やっぱりスペインにあの返済しませんでした。西班牙面前另外个挂失的土地和美国。いや、あの返済ばかり返済しなかったばかりではなく、やっぱり一つの土地を切り譲ったんです、アメリカに。1898年にポドリグ、古巴、関東、カフリピン。1898年。1899年。ポドリグ、関東、古巴、カフリピン、ゴアビゴ。その4つのところをアメリカに、切り譲ったんです。所以这么很准是美国欠中国钱。まあ現在はアメリカはたくさん借金して中国の借金あの抱えています。美国一直是追击美国中国之间。だからそういう借金もたくさん抱えていますからアメリカ。まあ機会を見てね、必ず一つあの戦争したいです。中国と戦争したいです。所以呢，尖閣呢戰爭的時候，美國中華議。もしね、尖閣の紛争で、戦争になったら、アメリカも非常に喜んでます。你我得到真多情報。いや、林さんはもちろんたくさんの情報を入ってます、入ってきてます。所以我来用中国不要讲。啊，中国もやっぱりそのバカじゃないんですよ。啊，今很主席美國欠中國真多錢，那一邊嘛。じゃあ今、アメリカは中国の借金たくさん抱えてます。じゃあどうするかと。五輪どうしようか。五輪美国副總統去北京訪問。去年のアメリカの副大統領は中国へあの訪問に行きました。北京大学学生から問題。じゃあ北京大学の学生からあの質問されました。你美国欠我中国这多钱，啊，我遐钱够我安全？いや現在はね。たくさん借金してますかね、我々中国の、借金じゃ、それはあの保証できますか、この借金は、アメリカに対してそういう質問しました。で、副総統から回答。いや、アメリカの副大統領からちょっとあの、回答あの返答しました。我美国欠你中国钱，我甲保护我真好，敢若我巴肚内底一块肉。アメリカの副大統領はその北京大学の学生に対して、いやもちろんその借金はね、我々の借金、非常にあの我々も守ってますから、あの非常に保護してますから、私あのお腹の中の一つのものと同じように大切してます。それ北京大学の人間は、それあの北京大学の学生たちはその話を聞いて非常にあの安心しています。同時の会拍手鼓掌。みんなそういう時その話を聞いて同時にあの拍手をしました。但有一个解放军的空军的上校。まあ一つ、まあ一人のあの人民解放軍の空軍の将校。空軍的上校。空軍の叫戴旭。戴旭という軍人です。伊伫当场听听，等于领导想想的。いや、その時はね。あのアメリカ、中国へ訪問あの知ってる、アメリカの副軍大統領の話を聞いてで家に戻って家で考えたら、伊讲伊讲话都想拢唔到。で、あのちょっと家に戻って考えその話を考えたら、まあちょっとおかしいじゃないですか。伊讲伫你巴肚内底一块肉，我不可能去甲你挖啊。
お腹の中の一つ の, あの、まあ、肉かな肉私はその手を出せないじゃないですか他のあのお腹の中に手に入らないじゃないですかと但是你那放出来出したらもう出したら大丈夫だけれども便利になっちゃうと不能是这吧但是放出来是变成晒あのお腹の中にはねやっぱり、まあ、肉、まあ、肉かな植物かなでも出したらやっぱり、まあ、うんちになっちゃうじゃん意思是说海底不好いやそういうねあのもう向こうになっちゃうなったじゃもう返済しないです返済しないとそういう意味があります OK あのその副総統があのアメリカの副総統があの日本あのあ中国行って訪問した際にその北京の学生から聞かれたんですよね、うん、そのお金は大丈夫ですかとあんたたちが私たちのお金 の, その借金をあの保証してくれますかって言うとそしたらその副総統が「あ大丈夫ですよ保証しますよ私のお腹の中に入ってるから大丈夫ですしっかりあの守っておきますか」って言うとねそしたらみんな聞いて「あ分かったじゃあありがとう」と その後に帰った後にそのある空軍の その将校が考えれば考えるとおかしいと。だからもう一度聞き直したんですよ。いや自分で考えておかしいじゃあお腹の中をどうやって出すのかと、ね、お腹の中は手突っ込めないから、ね、じゃあどうしましょうと考えたら手で取ろうと思っても取れないからじゃあ出すにはどうすればいいかと考えたら今度は出した場合便になっちゃうと。お腹の中のものなんだからね手は突っ込めないから後だからもう便になっちゃうからそしたら便になったらこれ何もならないこれ何も役に立たないということだよねそれだからもう向こうだっていうことを自分で考え出したわけあの証拠がさっき出たのこっちで今天知られてる問題今の質問します美国キャプチャーこちょっていいアメリカはあのたくさん借金してます中国から美国最近有一个 QE1、QE2、QE3。アメリカ今 T1。再进步啊 ，QE1、QE2、QE1、QE2、QE3。啊，印级有，伊都发行这个美国发行美国的公债。あのアメリカがあの QE1 と QE2 がありますね。そしてアメリカがあの国債を発行。国債を発行してます。伊が伊分配給中国アメリカ公債。で必ず、中国は、中国からあの我々の国債をあの買いなさいと要求しました。中国的財政部部長讲：“你美国欠我这么钱，你叫我改变公债，我不买。”ね、中国の、財政部の長官が我々 の, あの借金たくさんもあの抱えてますからねアメリカがでアメリカの国債は我々は買わないと美国が言う、你不爱买不要紧、我自己买いやアメリカはあのいや買わなくてもいいですから我々は自分で買いますと但是给钱不一样いや今一晩あの開けて中国の財政部長官は、我自己買、我自己買。いや、まあ、中国 の, あの財政部の長官は、いいよいいよ、私が買いますと。美国已经欠中国足多钱的，伊发行公债，中国讲伊要甲买，这是什么原因？你想有无？你不能想有无？じゃあね、あのアメリカは中国からたくさん借金を抱えてますと。そして、なぜ、中国がまた中国の中国はまたアメリカの国債を買いますかと、まあ、日本の人々は分かりますか考えたらそういう理由は分かりますか理由は很簡単な
中国的财政部长暗示首相的讲，你要家己买，啊，你要哪家己买？你家己搁印钞票过来买，啊，那印钞票你家己美金就贬值。それで、あのアメリカはまた自分の、あの札を印刷して自分で買いますと。你现在说明应该安尼讲啊？因为中国财政部长伊讲吼，伊家己等于想想的讲，啊，你美国要哪买？原来是美国要印钞票，啊，伊来印钞票，美金就会贬值，啊，贬值欠足侪钱，啊，迄个较无价值去啊。呀，あの。アメリカ中国 の、 あの財務長官を、ね、書いたらちょっとじっくり考えたら、いやこんなに、ね、あの国債はアメリカは自分で自分の国債をあの買うときにはどうやって買いますかと、いややっぱりアメリカは自分であの札を印刷してで自分で国債を買いますと、でそうするとでアメリカの、US ドルの価値は、まあ、まただんだんあの低くなると。我要讲的代志重点是讲吼，美国和中国的距离差真远，距离啦，迄、那个实力啦，各方面的实力差真远。呀，今言いたいことはね一つだけですよ。いや、アメリカと、中国の、実力の差が非常にあの激しいです。さ、因为双方的这个实力差真远吼。所以中国伊绝对唔敢甲美国争。呀，やっぱり中国と、アメリカの両方の実力すごく差が激しいですからね。ですからアメリカが、中国はアメリカに対する要するに戦争はやっぱりならないです。で、咱们来看一篇影片来滴。や、昨日見た、その映画。映画。見ます。見た映画。はい。我相信大家人都有一个感觉。じゃあ、その映画を見ました。皆様には、まあ、多分、まあ、みんな感想があると思います。亞洲人会敢拍去甲美国的，敢那日本人尔。じゃあ、あの、要するに東方人ですね。東方人種、あの、アジアの人ですね。アジアの国はアメリカにあのと戦争にあのしたのは多分日本だけです。迄可见讲，日本人伫美国人诶心目中啊，地位非常诶高。そういうことがあって、まあ、アメリ、日本人のアメリカ人の、頭の中は非常にあの非常に地位が高いです。啊，台湾人有得到日本诶即个好处。台湾人我那叫美国人，美国国民甲我当作是日本人。いやアメリカ、まあ、もちろん日本人はねあの、アメリカの中頭の中非常に地位が高いです。じゃあ我々台湾人も、やっぱり同じように、アメリカの国民にそういうふうにあの、認められてます。到今日为止。今日までです。美国国民对台湾人是非常的不好。今までは、台湾人に対して国民のアメリカの国民の台湾人に対してあまりあの親切ではなかったんです。美国人の心目中、アメリカ人の心の中、台湾人は日本人。台湾人は日本人です。マッカーサー尤其嫌な台湾人。マッカーサーは台湾人に対して非常にあの、まあ、嫌です。で、歴史上マッカーサーは一個足大の侮辱。マカさんにとっては非常にあの、あの辛い考えです。1942年12月8日。为台湾的屏东的机场出动100多架零式战斗机。1941年12月8日。台湾の平東の空港から、100何機の、ゼロ戦の出動しました。フィリピンのクラーク航空基地で、フィリピンの、向かってフィリピンのクラーク基地に向かって、将一機一機で総合飛機当中见面。フィリピンの、クラーク基地に向かって飛んでいて、それで。クラーク基地にある、飛行機全部、
めちゃめちゃ爆撃月面しました、爆撃しました。我有看到有一个学者写的迄个记录。じゃあ、なんか学者から書いたその 記事がありました。我マイカーソー逃亡やから飛行機。アメリカマカーサーちょっと、頭を上げてつって飛行機を見ました。一貫本。あ、じゃあ飛行機どれだい。じゃあこのたくさんの飛行機はどこから飛んできたんですか。いや、防犯の方針、ウィー、台湾内。いや、その部下からね、いや、この全部の飛行機は全部台湾の兵頭から飛んできました。所以マイカーソー有驚到、伊講、あや、唔免来飛到。いや、マカーサーはね、こんな遠いところからなんでもう一回でこっちに、飛んでこ、まあ、飛んで来られますか。但是事实上一变啊。像菲律宾的克拉克空军基地啊，黑飞机拢消灭，和日本落尾也要去南洋战争的时候，机场方便的。呀，これね、クラーク基地にね、めちゃめちゃ壊したから、破壊したから、それで日本にとっては南の方へ、ちょっと進攻に行くときに非常に便利だったです。但是落尾啊，麦克阿瑟不爱攻台湾，去攻沖縄的原因，伫这个所在。呀，その後はね、マカーサーは、台湾の上陸しなかった。それで飛び込んでね、飛び越してそれで沖縄に進攻しました、上陸しました。それその原因です。で、その原因第一つはマカーサー对台湾非常に驚いた。一つの原因は、マカーサーやっぱり台湾に対して非常に怖がっています。怖がっていました。第二个原因就是，迄当阵日本的关东军在调两个师去台湾地方面。呀，その時もう一つの原因は、日本は一つの関東軍の一つの、師団は台湾にいましたので、準備勉強比較关键。アメリカとちょっと高い戦いとそういう決心をしました。真可惜，就是非迄个美国无拍台湾，啊，拍台湾，今日台湾比较艰苦。拍台湾比较艰苦。OK。いや、もしね、もし、マカーサーは台湾に上陸して戦えば、現在の台湾はこんなに辛いではないじゃないかと思います。もう一回死一寡啦。もちろん犠牲者はたくさん出てますが、但是我相信台湾今日。甲日本一定会变，甲咱琉球甲日本的关系，等于日本大日本国内底。呀，もしね、その時マカーサーの軍隊が台湾に上陸したら、じゃ現在の台湾はやっぱり日本と琉球と同じです。一緒になっています。台湾に22番の死者2万6千人。台湾では228事件の時、12万6千人の犠牲者出しました。啊！若真正讲美军迄阵来拍台湾，我相信未死甲十二万六千。呀，もしね、その時マカーサーが台湾に上陸したら、そんなにそれほどの犠牲者はなかったでしょう。あれ以前台湾敢是，甲现准时今日日本会完全同款。じゃあ、もしそういう台湾の上陸すればしたら、まあ同じ日本と同じようになったでしょう。今工作的呢，大日本国。今まだ大日本帝国の話に戻ります。大日本国の話に戻ります。以前なんて土地じゃにゃこ。まあ昔はこんなに、大きい国土がありました。日本人今現住地所在は日本が真水。いや現在日本人が、まあ印象の中に印象の中の日本は非常に狭いです。所以在这个时阵，日本人应该要有一寡新的主张，要有一寡新的计划。まあ日本の方々はまあこれに対して新しい考えと新しい主張があるべきです。因为国民拢是真少年。今現在皆様はまた若いです。我相信日本这个政権嘛会开始会打理国民健保健康。いやこれからね、どんどん皆様この思うようになっていくじゃないですか、そう思っています。一定要跟我台湾人同款。
呀，我们台湾人都一緒です。大家站坐位。みんな一緒に立って。我相信台湾人跟日本人会当合作真济工作。呀，我们台湾人と日本人はね、たくさんの要するに協力することができることを私はそう信じてます。台湾这片土地会当生产真济真好的农产品。呀，台湾のこの土地ではたくさんの良い農産品。農産物の生産ができます。你去年的这个暑假的时候啊，有朋友上班日本的那个水蜜桃。いや去年ね、日本の友達から日本の水蜜桃要するに送られました。一粒水蜜桃定来是台币五千块，五百块一粒。台币五百。まあ一つの水蜜桃で大体台湾元で500円です。这是。但是非常非常的好吃。まあしかし高いけど非常に美味しかったです。台湾有一天我相信买当培养跟日本完全同款。你台湾敢那有迄个石刻，石刻你敢知无？也是喏，啊，他卡完就安尼嘛，啊，是，不错。再找了。OK， 哎，台湾是一个宝岛。呀，台湾的本当に確かに宝島です。尤其是这个做农产品，也讲培养到非常非常的好。呀，台湾的话。非常に品質が良い、果物の栽培ができます。あ、日本の这个工業、轻工業、重工業、伊非常的有基礎。いや、日本はね、軽工業の、あ、そうそう、これですね。それ大きいね。でね、好現象。長尾さん知ってます。いやもし時間的に間に合えばちょっと台東の方から東の方から台東の方からちょっと時間的に間に合えばちょっと送ってきてもらいます。台東の方に送ってきてもらいます。みんなにご馳走します。ごめん長谷川さん知ってます。長谷川さん知ってます。我为了 让我们这个学员啊、爱上台湾啊，我一定要想办法让他们吃。いや皆様にねちょっと台湾のことを愛してもらうためにまあ何とかしてちょっと送ってきてもらいます。但是你们回到日本以后要想办法，把我们的这个想法论述，让日本人越多人吃到越好。日本に戻られたら、一つお願いすることはあります。
台湾のこういう現状、こういう法理のことに対してもっと多くの方々に伝えてください。一つお願いいたします。この約束して約束してもいいですかと。好的，请举手。手を挙げてください。はい。OK， 台湾真的是一个非常好农产品的地方。台湾は本当にね、非常にいい、農産物の栽培に非常にいい、ところです。台湾人呢也很優しい。台湾人も非常に親切で優しいです。跟中国人绝对的不一样。中国人と全く違います。所以我是希望讲各位在日本啊，卖将台湾人当作中国人。日本に戻られたら、他の日本の方々にもそう言ってくださいと。台湾人は自国じゃないです。啊，拜登回国的时候呢，一定要让台湾人知道讲哈，中华民国人不是台湾人。もしね、日本の、他の方々に中華民国の人と台湾人は全く違いますと、そういうふうに伝えてくださいと。有真多日本的政治上的一寡官員。日本のたくさんの政治家たち。到底是安怎？所以因会感觉讲吼，中华民国是台湾人，台湾对中华民国，这实在是非常非常大的错误。そういう政治家たちは、台湾は中華民国、中華民国は台湾、そう思っている人はちょっとおかしいです。今は現主席ね、台湾人、以前は台湾政府、台湾民政府。現在はもう台湾民政府、台湾政府、この政府もありますから。所以以後啊，要拜託各位，我雖然在給美國一個君主政府佔領，但是我台灣人認為說，我真緊的時間會變起來。もちろん現在はアメリカ軍政府の占領中だけれども、でもこの、短い時間の間にもう必ず立ち上がれます。你不然跟我問說啊，中華民國還存在，你要怎麼給他消滅，還是要怎麼給他掛出來？多分ね、多くの方々が現在中華民国の政府まだ台湾に存在してます、どういうふうに追放するか、どういうふうに追い出すか、ちょっと難しいじゃないですか。そういうふうに聞かれるとか思われるかもしれないです。台湾民政府、台湾政府が無方法。台湾民政府はそういう追放する方法ありますか？其实这个答案非常簡単。しかしこの問題は非常に簡単です。因为2年前約2年前に美国在香港的那个参議啊，有说一句话，参事那个领事馆的参議啊，2年前にアメリカは、香港にある参議領事、領事、そこでそういうこういう話もありました。当時便に講話は意思非常に無小心在地に講出来。多分ね、うっかりしてちょっと口から出ました。伊講我們將中華民國が解決は非常に簡単。我々は中華民国を解決することは非常に簡単です。5分前後は5分間だけです。地震機能は、ヘリコプターが降りてきて、降下して、前駅を準備機、前駅をちょっと捕まって、離水台湾、ちょっとヘリコプターに今入れ込んで、ちょっと台湾のを話す。あれ、中華民国と馬上就解散。そうすれば、中華民国もすぐに解散します。跟菲律宾同时马可斯离开菲律宾赶快的方法，その当時フィリピンのマカースと同じような方法で処理する。当時马可斯也是美国用飞机改载去夏威夷。当時もやっぱり マルクスを同じような方法でヘリコプターに、入れ込んで、そしてハワイまで乗せていく、連れていく。今米国上烦恼的代志。今アメリカ一番心配してるのは、台湾民政府、台湾政府还没有准备好。台湾政府、台湾民政府まだちょっとできてないです。準備まだ整えてないです。所以咱伫这个所在，我々今ここにいます。咱伫训练行政人员。
やここであの行政人員の将来ちょっと行政に来るような人を訓練してます。当年中海就派丹儀来台湾。その当時は蒋介石は陳儀というあの人を台湾に派遣してきました。非常初年丹儀传七千名的公务人员来做台湾的丢官。いやその時陳儀は1000名の、官人たちを1000名の官人たちを台湾に連れてきました。美国很主席要求台湾政府要訓練7000名的高級的公務人員。いやアメリカからね、今台湾民政府はあの4000名の、ね、行政人員、高級行政人員の訓練をしますようにあの、そういうふうに命じられました。その時は1945年台湾是有600万的人口。いやその当時はね、1945年の時に台湾の全部の人口は600万でした。今は2300万。現在は2300万。で、按照比例、湾主要7000名来做台湾的行政官员。いや、そう、あの、当時は600万でしたが、現在は2300万です。だから、その比例で、やっぱり4000人でないといけないです。所以很主席、台湾叫日本時代社長的州。いや台湾は昔日本時代のようにあの6つの州を、作りました。这就是我们的台湾民政的旗子，这个旗子那个红的部分代表日本，この台湾民政府 の、 あの旗がありますね。この赤い部分は、まあ、日本です。日本的国旗应该大家在座都知道。まあ日本の国旗あのみんなご存知です。边上的六条星就是六个州。だからこの六つの星はこの周りに六つの星はそれは六つの州を、表します。包括宜花东州。あの宜蘭と台東東の方の州も含めてます。はい、宜花东州、台北州、台北州、新竹州、新竹州。台中州、台中州、台南州、台南州、高雄州、高雄州，然后上面是一个美，这啊，这台湾的地图。いや、これ、あの、台湾の地図はこの、あの、載ってます。那个黄色的部分代表我们是在亚洲。いや、この黄色い部分は要するに我々のアジアにおります。那个绿色、蓝色的星星代表美军。これはあのブルーの星、このブルーね、星、これはちょっとアメリカ、アメリカの占領を意味する。所以有一天如果美军停止占领，我们这个星星会拿掉。いやある日はアメリカの占領が停止しましたら、これはあの撤去します。那拿掉以后，这个台湾这个名称会变成什么？いやその時は台湾の名称はどうなるか。我们会只有变成台湾或者是日本台湾。その時は台湾あるいは日本台湾と。然后呢，